4月19日、W リーグの ENEOS サンフラワーズは、2024から25シーズンの新人選手として、田中心と八木遥が入団したことを発表した。桜花学園高校出身の田中は、172センチのガード。高校時代は1年次からベンチ入りし、2年次に主力の一角を担うと、3年時にはキャプテンにも就任。 上級生になってからは全国制覇にあと一歩届かなかったが、名門校の主軸として活躍してきた。京都聖華学園高校出身のヤギは177センチのフォワード。高校進学後は1年次から主力選手として活躍すると、2、3年時にはインターハイとウィンターカップを連覇。最強世代のオールラウンダーとして存在感を示してきた。両選手ともに、 W リーブプレイオフのエネオス戦を現地観戦する様子が中継カメラに捉えられていたが、この度、正式に入団を発表。背番号は田中が26番、八木が27番に決まった。両選手の入団コメントは以下の通り、下向き黒三角田中心、一番の持ち味であるシュート力を生かしてチームの勝利に貢献できるように努力するとともに、 常に謙虚さを忘れずたくさんの方に応援していただける選手を目指します。下向き黒三角八木遥か、日々たくさんのことを吸収して新人らしく元気のあるプレーでチームの勝利に貢献できるように頑張ります。ドライブやアグレッシブなプレーに注目してください。応援よろしくお願いいたします。